ロゴマークセルビア電力産業公社は、セルビア共和国最大の電力、エネルギー企業である。企業規模としては、セルビア国内最大のセルビア石油産業に次ぐ。企業形態は、国有企業である。ニコラテスラエカ力発電所、バイナバシタ用水水力発電所グループ全体で8355メガワットの発電能力を有し、 年間に 38.9TWh の電力を発電している。発電能力のうち 5171MW は石炭火力発電 353MW はガス及び石油火力熱電平均発電 2831MW は水力発電による。セルビア最大の石炭採掘事業者でもありコルバラ地方及びコストラツ地方で 年間3700万トン以外の活炭を生産している。また、炭鉱から火力発電所への燃料炭輸送のため、大規模な専用鉄道を保有、運行している。本社所在地はベオグラード。燃料炭を採掘する炭鉱からサバ川岸地域の火力発電所へ燃料炭を輸送するため、総延長 100km を超える規模の専用鉄道を保有、運行している。 標準機で交流電化されており、セルビア鉄道と同型の電気機関車を使用している。この専用鉄道は、コルバラ軍の炭鉱と、ニコラテスラ AB 火力発電所を結ぶほか、ブレオツイで、セルビア鉄道ベオグラードバール線にも接続している。ありがとうございます。